この動画は模様編みバスケットの編み方の2番になります。1番をご覧になってない方はそちらからご覧ください。はい、図案完成しました。動画の方にこの図案をはめてみると、なぜか縦線と横線がザーザーとなってしまって、それの取り除き方がわからないんですけれども、安定の白黒プリンターだとこんな感じになります。色がどれがどれかわからないんですけど、まあ最初ここから編んでいくんですけれども、このもみの木のような矢印2つのような模様はそこと同じこの濃い緑で編んでいこうと思います。でこれを編む時のバックグラウンドはグレーのような水色のようなこの糸で編んでいきたいと思います。でこれでちょっと模様編み2色で簡単なやつを練習した後、ちょっと頑張ってみて3色で模様ももうちょっと細かく編んでいこうかと思っています。ちなみにこちら、この矢印マークの方は15度の模様になっていて、この大きな太陽のようなマークは20目ごとの、模様になっています。で、こちらのパターン、もし、ちゃんと見てみたいなという方がいらっしゃいましたら、私の放置気味のブログの方にこちらのファイル、後で貼っとこうと思います。よかったらそちらをご覧ください。側面1段目、早速模様編みから始めようかとも思ったんですけれども、今まで底を編んでいた時は、こう、いわき目っていうんですかね、この結び目がロープの外側に出るように編んできたんですけど、側面は外側じゃなくって、今度これが底になった時に、いわき目は上に出てほしいんですね。なので、1段目模様編みも始めながら、目も上に向けながら、紐が緩んでないかも確認しながらといったらちょっと大変かなと思ったので、1段目は底と同じ1色のみで編んでいこうと思います。気をつける点は、湯沸き目を外側で編む感じじゃなくて、今度は上で編む感じでいきたいと思います。そして、理想は、ちょっと編んでみてどうなるかわかんないんですけど、理想はこのロープが底の部分の一番最後の目の上に来るような感じにすると、ちょうど目も広がらなくていいんじゃないかなと思っています。では、湯沸き目が上になるように気をつけながら編んでいきたいと思います。なので、よいしょ。増減なしで、編んでいきたいと思います。最初ここですね、ここに入れて編むときにこう上に引っ張る感じですかね。どうやったら上に行くんでしょう。よいしょ。はい、こんな感じで気持ちこの編み目の編むのを手前側ではなくって上で編むように気をつけながら一周ぐるっと編んでいきたいと思います。側面部分1段目を編んでいる途中なんですけれども、目を立ち上がらせる方法が分かりました。はい。編んでる時に、このロープの部分だけをちょっとピッピッと引っ張りながら編むと、こんな感じに面が立ってくれます。引っ張りすぎても良くないですし、弱すぎても良くないので、バランスを見ながら軽く引っ張ってあげてください。そしてこの段を編むときに10目ごととか20目ごとにステッチマーカーを入れておくと、後で模様編みをするとき分かりやすいと思います。そして目の数が1、2目違っていたら、どこか適当なところで増やし目減らし目をして目の数を整えておいてください。では模様編みの方に移りたいと思うんですけど、その前に模様編みのポイント3つあります。普段細編みを編むときは、この前の段の細編みの頭部分 V の字を見て、その V 両方を取って細編みを編むかと思うんですけれども、模様編みをするときは筋編みの細編みをしていきます。すべての目が筋編みです。筋編みとはこの上の V の字を
見た時に向こう側の1本だけを取って細編みを編んでいくことです。なのでこういう1本だけ取って編んでいきます。なぜそうするかというと、この筋編みにすることによって細編みの歪みがかなりなくなってまっすぐな目が出るので綺麗な模様が出るようになると思います。そして2つ目、模様を編んでいくときに色を変えるとき、色を変えるときはその目で色を変えるのではなくって、その目の1つ前の細編みの最後引き抜くところから次の色に変えていきます。そして3つ目、は、編んでいくとき常に、ロープの釣り具合はもちろんですけれども、糸の釣り具合も気にしてください。今編んでる糸ではなくって休ませてる糸が、作品の後ろの方ですごく伸びてしまっていたり、目と目の間から飛び出していたりしないように気をつけながら編んでいってください。模様編み1段目、私の場合はグレーで10目編みます。そしてその後濃い緑で9目、グレーで11目、あとは最後まで緑9、グレー11を繰り返して最後グレー1目で終わるはずです。では編んでいきたいと思います。私の場合グレーから始まるのでグレーをまずくっつけたいと思います。何がベストかまだ試行錯誤中なんですけれども、私の場合湯沸いたらその湯沸き目が作品の中でボコッとなってしまうかなと思うので、糸端を右、糸玉についてる方を左に持って、まずロープと糸がくっつくところを左手で押さえて糸端を左側にぐるっと一周させます。そしたら今度この糸玉の方の糸をまたいで右側にぐるっと一周させます。そして糸端を編みくるめながら編んでいきたいので、これを左側に寝かします。これで編み進めていきたいと思います。もちろんこのままで編んでいったらすごく離れてしまっているので、これを指でギュ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 ッと右に寄せます。そして編み始めるんですけど、ここでお気づきの方もいるかもしれないんですけど、このまま編み進めてしまうとこの緑がグレーの目に入ってしまうので、一目前の段の一番最後の細編みをやり直したいと思います。一目抜いて緑で一番最後ですね、ここに細編みを編むんですけれども、普通はここでギュッと引き抜くところをもう次の色、このグレーに変えてから引き抜きます。そしてそうするとだいたいこの緑が糸が緩んでしまうので、緑の糸をギューッと引っ張って緩まないようにしてください。そしてなんか目が混ざっちゃってるのをコントロールして、はい、ではグレー編んでいきたいと思います。うね編み、筋編みですね。筋編みなのでこの V の字の向こう側だけを拾って編んでいきます。この時、編みくるめるのはロープ、グレーの糸端、そして緑の毛糸、3本を編みくるめていきます。叩いちゃった、ごめんなさい。こんな感じになります。これで、グレーを私の場合は10目編んでいくんですけど、最後10番目は色を変えなきゃいけないので、とりあえずグレーで9目編んでいきたいと思います。グレーの糸で9目編み終わりました。そしたら、まず裏を確認して糸が飛び出たりしていないかで、
次、緑に移る前に緑の糸をちょっと引っ張っておいて、中で糸が緩んだりしていないか確認してください。ロープもちょっと力具合をコントロールしてください。そしてグレーの目で10番目、糸を持ってきたらここから緑になります。緑で編むんですけど、わざとじゃないんですけど、またグレーがダダ伸びになっているので、これをギューッと引っ張って伸びないように持ちながら、もう私の場合糸端がなくなっているので、ここからは編まない方の毛糸とロープを持って編んでいきたいと思います。持ってというか編みくるめながらですね。で、緑は9目編んでいきたいと思います。緑8目編みました。次の目の終わりのとこから色変えなんですけど、その前にグレーを引っ張っておきたいと思います。このように私の場合は気にしないで編んでいると、こう後ろ目と目の間からちょっとずつ使ってない色が出てたりするので、ちゃんと毎回確認して糸が緩みすぎてないようにしながら編んでいきたいと思います。次は緑で引き抜いたら、糸を持ってきたらグレーで引き抜きます。そしたら次グレーで糸を入れて、緑かどこだ、緑とロープを編みくるめながら、今度はグレーで緑をちょっと引っ張りながらですね、編んでいきたいと思います。こんな感じで色を変えながら、まずとりあえず1周1段目編んでいきたいと思います。模様編み1段目編み終わりました。こんな感じでぐるーっと1周編めました。そしたらあとはこの調子で2段目3段目と編んでいきたいと思います。私の場合は2段目はグレーが4、緑が1、その後グレーが 1,2,3,4,5,6 で、緑が 1,2,3,4,5,6,7 で、ここが6かな、 1,2,3,4,5,6、 そうですね、こんな感じで順番に編んでいきたいと思います。編んでいて気づいたことを2つお伝えしたいと思います。まず1つ目、引っ張ることをとても強調しすぎちゃったかなと思っています。あまり毛糸にしろロープにしろ引っ張りすぎると、だんだん作品がこう小さくなっていってしまいます。なので途中こう見て、ここのエッジの角度が明らかにこう真ん中に倒れていってしまっているなと思う方は、何でしょう、雑巾を編んでいるとき最後糸をしごくじゃないですか。それみたいにこう編み地をこう左に引っ張る感じにするとちょっと伸びるので、中にロープが通っていいんじゃないかなと思います。そして編んでいる時の糸の配置なんですけど、私は緑、ロープ、グレーと置く場所をちょっと離してやると、編みながらこんがらがることがなくてとても編みやすいと感じました。模様編み8段目を編み終わったところです。思ったより模様が長細くなっていっているので、ちょっとこれでこのもみの木矢印マークの模様編みは終わりにしようかなと思います。本来だったら今このてっぺんを編む段を終わったので、この反対向きのもみの木の底部分を編む段をもう一段、あと何も編まない模様がないグレーだけの部分段をもう一段と思ってたんですけど、もうこの8段目で終わりにして次の模様に行こうかと思います。そしてここから模様を変えるとなると、糸を終わらせないといけません。これもすべて自己流なんですけれども、まず
ここで終わったら、グレーはここで終わりなんですけど、緑はここで終わってるんですね。なのでちょっと緑が終わるところまで戻りたいと思います。で、緑が終わるところで、ここで終わるの、引き抜くところからグレーになるので、そしたらもうここで緑をの糸を切ってしまいたいと思います。で、切ったら、で、グレーでここから、細編みを何個編んでいくんだ ?5 目編んでいくんですけど、こう、編んだ時に、グレーの端っこをこのまま編みくるむだけじゃ、なんとなく頼りないかなと思ったので、まあ、気休め程度なんですけれども、今、こう編んだ緑の後ろ側に針を入れて、緑を一回ここに通しておきたいと思います。そうするとなんとなく緩まないかなと思うのではい、こうして緑は終了です。で、これを編みくるみながら、グレーをあと5目ですね、2、3、4、そしたらこの最後の目から、次の色に変えていきたいと思います。次の模様なんですけれども、本来最初の予定ではこのような模様を作る予定だったんですけど、思ったより最初のこのもみの木や印マークも長く伸びてしまったので、そのままこの模様を編んでいくと、この太陽のようなこの模様も長くなってしまうなと思ったので、短くちょっとぺちゃんこに何段減らしたんだろう、1、2、3段かなぐらい減らしてみました。白黒なので分かりにくいかもしれないんですけど、最初のここが青で編んでいって、次は1段目は青黄色ですね。青黄色と編んでいきたいと思います。糸の終わり方は先ほど緑でお見せした通りにか、終わらせて、で、始め方は、先ほどっていうか一番初めにグレーをやるときにお見せしたやり方で糸を足しつつ編んでいきたいと思います。模様編みほぼ編み終わりました。あと正確には4目編むだけなんですけど、それはちょっと閉じるときに使おうかなと思って少し手前で終わらせています。高さの方は思ってたより高くなって、だいたい23センチぐらいな感じになります。では、ロープを切って閉じる作業をしていきたいと思います。ではまずすいません、後ろに猫が来てしまったんですけど、ロープ切りたいと思います。ちなみに黄色はここが終わりだったので、もう糸処理をしてというか、あと糸端があるだけになっています。で、ロープは私の今考えている作戦は、本当はここで終わり、編み目はここぐらいで終わりなんですけど、こんだけ青の幅があるので、この青の幅の間でロープをだんだんこうフェードアウトさせるっていうんですかね、こう斜めな感じで、このままブツって終わってしまったら階段のように終わってしまうので、ちょっと斜めな感じで終わらせたらなと思っています。では、ロープもなので斜めに切りたいと思います。こんな感じですかね。尻
敗したらどうしよう。よいしょ。ロープを切って、残り4目をまず編みましょうかね。1、2、3、4と編んだら、とりあえずこの黄色い紐、糸端はもういらないので、ちょっとこれをまず切っちゃいましょう。違う針が出てきて、これを切って、であとはどうやって隠しましょうか。次の目あたりに引き抜き編みでもしてみましょうか。ここら辺すごく適当なんですけど、引き抜き編みしてみます。どうでしょうかね。まあ、斜めは斜めなんですけれども、もう一回隣の目にロープなしで引き抜き編みで私は終わりたいと思います。でまた糸が割れちゃってますね。よいしょ。これで糸端を切って、引き抜き編みを引き抜く。こんな感じで、あとこの糸端はとじ針でどっか目立たないところに隠してしまおうと思います。はい、バスケットというかゴミ箱完成しました。この作品の一番大変だった点は、なんといってもロープの釣り具合をコントロールすることでした。最初は引っ張ればいいのかなと思ったら、知らない間に引っ張りすぎていて、どん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 作品がこうしぼんでいってしまってたんですね。なのでむしろ引っ張るんではなくって、陶芸のくるくる回ってる上でお皿を作るやり方あるじゃないですか。あれみたいに一段というか少し編んでは下の段とのバランスが大丈夫か、こう引っ張って伸ばしながら編むような感じでした。そして、間にロープを入れて編んでるので、一段一段が、の幅が結構思ったよりあったので、模様が随分長細い感じになりました。まあ、初めて作ったにしてはいいかなと勝手に自己満足しています。で、このままでも結構バスケットとしてしっかりしてるかなとは思うんですけど、もうちょっと強さが欲しかったら、のり付けとかして、もしたらもうちょっと硬くなるかなと思います。はい、以上が私の和遊インスパイアードのバスケットの作り方でした。もしよろしければ高評価ボタン、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではありがとうございました。バイバーイ。